ぎっくり腰をはじめとした腰痛の時、コルセットを巻くよりも、さらしの方が格段に効果があります。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回は腰の固定とか安定のためにコルセットをよく使う人がいるんですけど、さらしの方がいいですよという話なんですね。さらしって皆さんご存知ですかね。任侠映画とかで昔よく勝ち込み行く時とかに、勝ち込みって行く時とかにこう巻いてるやつですよね。まあ腹帯とかっても昔で言うと妊婦さんがお腹に巻いたりするやつでもあったりしますけどね、腹帯。で、コルセットより格段にいいんですね。私もさらし巻いてみて、あ、これはコルセットより全然いいなって自分が腰痛の時に、ね、すごく思って、で、その後私が治療家になった後、理屈から考えてもなるほどそういうことだったんだなって分かったんですね。ですから今回はこのあたりがいいのかとか、どうやったらさらしを巻けるのかとか、どういうふうに巻けばいいのかっていう話を詳しくお伝えしたいなというふうに思います。では内容です。まずなぜさらしの方がコルセットよりいいのかですね。で、具体的には巻き方ですね。で、巻いている期間、これすごく大事なんで、巻いている期間について、で、もしどうしても私はいや、さらし嫌でコルセットがいいわという方がおられたらどうすればいいのかについてお伝えしていきます。今回の動画であなたはなぜコルセットよりもさらしの方がいいのか、さらしをどう活用すればいいのかを理解できるようになり、腰痛の助けになるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導の専門家でもあります。世の中に足の正しい健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube というのはその仕組み的に皆さんが押してくださる高評価ボタンとか、あとは登録してくださるチャンネル登録者数でどれぐらい拡散されるかどうかが決まるみたいなんですね。もしも皆さんがこの動画を見たりして、あ、これは役立ったなとか、こんなのを世の中の人たくさん知ったらいいのになと思っていただいたら、ぜひチャンネル登録していただいたり高評価ボタンを押していただくと大変助かります。よろしくお願いします。ではまずさらしがなぜいいのかについてですけど、まずそもそも腰痛のことをなんで取り上げてるかというと、足が悪いとやっぱ姿勢が悪くなって、姿勢が悪くなると腰が痛くなる人すごく多くて、で、私たちのところには足を治す過程で腰痛もやっぱり一緒に治していくわけですよね。だからその助けとしてさらしの話をしてたりするので、今回はその話ですね。で、私自身が足が悪くて腰痛もあったので、その経験も踏まえてなんですけど、なぜコルセットとさらしではさらしの方がいいのかですけど、簡単に言えばさらしは伸びないからいいんです。ここが一番違います。コルセットって基本的に伸び縮みのするものばかりですよね。いくら硬いものがあると言っても、やっぱり多少伸び縮みのする素材ですよね。で、あれのおかげでぴったりフィットすると思ってるんですけど、あれが厄介なんです。実を言うとどういうことかというと、ちょっと想像してみてもらいたいんですけど、こう体がありますと。で、コルセット巻きました。で、コルセット巻いたことある方はわかると思うんですよ。この状態では本当は締め付けていらないんですよね。このまっすぐした状態では締め付けていらないけれども、なんかグラッとした時とか、力を入れないといけない時とか、前かがみになった時に本当はギュッと支えておいてくれると助かるわけですよね。要するに普段いらんけど困った時助けてほしいってことです。なのに、コルセットは普段ぎゅうぎゅうに締めてるのに、いざ体重かけて前のめりになったりとか支えてほしい時になると伸びよるんですよね。伸びよる。伸びてしまうのですよ。ぐよーんと。だから普段苦しいくせに、いざって時助けにならない。なんかどっかの男の人みたいな話になってますよね。男の人、女の人、まあどっちもですけど。で、それに対してさらしのいいところは、さらしはね、普段ぴったりグッと締めなくても、ある程度ふわっと普通に巻いておいてもらうと、普段はあまり締まってないんですよね。ふわーっとしてる。ただ伸びないからその位置にとどまってくれてるんで、体重をかけたり前かがみになったり圧力が必要な時になると、そこで締まるわけで、締まるというかそれ以上伸びていかないからとどまれるんですよね。だから普段はいるかいないか分からないけど、困った時に頼りになるっていうヒーローみたいなやつがさらしなんですよ。もう全然違います。だからしんどくもないし苦しくもないし、いざと時はものすごい安定感あるし、たださらしを巻いた人っていうのは最初はこんなに締め付けなくていいのって思っちゃうんですけれども、それがいいんですよね。だからそれはなんか例えで言うならば、普段束縛してる彼氏に慣れてしまった、お、何の話してるねんって話ですけど、女の人にこんなに自由にしてもらっていいの、でも私が困ってる時は助けてくれるわみたいな感じになるんです。だからさらしの方が格段にいいです。ただもうさらしの難点はさっき言っておくと、コルセットと違ってまた緩んでくるんで、巻き直しが何回か必要だというのはありますけれどもね。それはあるけれども、全然さらしの方がいいですね。おすすめです。これは私が自分が腰痛だった時の経験を踏まえて言ってますね。
では具体的な巻き方いきますね。まずさらしを用意します。こういうさらしはインターネット、例えば楽天とかヤフーとかなんかでも売ってますんで注文するといいですね。でさらしを買って、このさらしを2つに裂きますね。この縦のラインをずっとビーッと縦に裂いていきます。で長さはその人の体にもよるんですけど、自分の腰痛を考えると7周巻けるぐらいの感じっていう感じですね。1回巻いてみて7周巻けるぐらいのところで切っちゃいます。でそれをぐるぐる巻きにして用意したものがこういう形ですね。でこれを用意しておいて、じゃあ実際にいざ巻いてみます。で巻くときにどんな感じでいくかというと、まずここで片手で押さえておいてぐるーっと回してきますよね。始める位置はこの辺りです。でぐるーっと回してきて1周回りました。で次2周目行くときにここでねじります。でねじって次ぐるーっと行って、次ねじらないでまたぐるーっと行って、ねじってぐるーっと行ってを繰り返します。でこれで徐々に下に降りていって、一番下はここに骨にグリグリがあるんですよね。この足の横のところにグリグリが、このちょっと上ぐらいのところまでは行った方がいいですね。骨盤の骨、この上前小骨骨っていうんですよ。この骨のちょっと下ぐらいのところのグリグリの上ぐらいのところまでは行った方がいいです。でそこまでってまだ余ればもう一回上に上がってきますね。大体でいいですよ、そんなぴったりしたもんじゃないんで。でこんな感じ、締めた感じは指はこんなとこ入るぐらいです。で最後はキュッとこの中に入れておいていただくと、もうこれで終了です。でこの状態って、巻いた時はあれこれ大丈夫かなっていう感じなんですけれども、実際に座って立ち上がろうとしてみるとグッと支えてくれるんですよね。例えばこの状態で前かがみになろうと思ったらグッと止めてくれるんです。だからこれはすごく安定しますね。すごく楽ですっていう感じですね。はい、いかがでしょうか。じゃあこのさらしですけど、巻いてる期間の話なんですけど、これは大体で言うと良くなっていくに従って時間短くしていって、最終的には話すということを考えていかないといけないと思っておいてほしいんですね。これ実を言うとコルセットも一緒で、本当は整形外科のお医者さんの中でもコルセット出した後に親切なお医者さんはそれを教えてくれるんですよ。このコルセットは徐々に外していって何ヶ月後ぐらいにはないようにしなあかんよねって。なんでかというと、コルセットにしてもサラシにしても皆さんが弱った体の支えをしてくれてるだけだから、いつまでもその支えに頼っちゃうと自分の筋力というのがなかなか育ってこないわけですよね。だから弱って傷んだ時の補強なんですよ。ギブスとかを一生いつまでもやってていいわけはないのと一緒ですね。ただそういうのはあんまり教えてくれないお医者さんも多くて、ポーンとはいこれ買っといてって出しちゃうところがあるんですけど、コルセットにしてもサラシにしても最終的には外していかないといけない。怖いからといっていつまでもやっていると自分の筋肉はベコベコになっちゃうと思ってください。で私が腰痛の程度とか治り具合にもよるんですけど、一つの目安としたら、まず1回2週間ぐらいで半日ぐらいにしたいなという感じですね。丸1日やってるとしたら2週間ぐらいで半日ぐらいにしたいな、もしくは2週間ぐらいで、例えば外出するときとか重いもの持たなあかんときだけ巻くようにしましょうかにしたい。でまだ2週間でそれしてみて怖かったらもうあと2週間で、例えば2週間でそこまで半日とかに減らせたら、そこからもう2週間見てそれを外せるようにしましょうかとか。だからもしそこまで1ヶ月かかったら、もう1ヶ月かかってその半日を終わらせましょうか、で2ヶ月後にはなくしましょうかみたいな感じですね。なんせ最終的に話さないといけないというのを思っておいていただいたらいいんじゃないかなと思います。でもしもどうしてもコルセットの方がいい、さらしの難点は先ほども言ったように巻き直さないといけないというのは難点なんです。それを補ってあまりある効果はそっちの方があると思ってますよ。だけどどうしてもコルセットがいいというんであれば、もう極力伸びないやつです。もう生ゴムみたいな硬いやつで極力伸びないやつにした方がいいです。でしかもカッチカチに巻かないことですよね。カッチカチに巻いちゃうと普段が締め付けられると筋肉がうまく使えなくなっちゃうんです。っていうのをまあ選んで、しかも巻く位置はこのお腹のウエストじゃなくて腰骨あたりを巻くようにした方がいいですね。っていう風に使う方がまあ建設的かな。でもさらしの方がいいよっていう感じですね。いかがでしょうか。さらしというのはなんか原始的な感じがして、より近代的なコルセットの方がいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、コルセットの利点は巻きやすいというのだけですね。他は私から見たら一切ない。で腰痛持ちの人とかちょっと腰に不安のある人はさらしを使っていくと自分の筋力も落ちにくいし、いざって時頼りになるというすごく便利なものなんでね。しかも安いですし活用してください。